はい、こんにちは。熱帯植物栽培科の杉山です。どうぞよろしくお願いします。さあ、今回なんですけど、もう今やっぱりね、知りたい情報をちゃんと伝えていかなきゃいけないと思うんですけど、さあ、今寒い。ちょっと長そうだ <laughs> 今日は寒いの。はい。じゃあね、ここから今だんだんと三寒しようんじゃない暖あったかくなってきた春に対して、いつ外に出していいんだ ねもう本当にそれを思ってる方いると思います。なので、今回のテーマ、こちら、じゃじゃじゃんいつ出せる熱帯植物。これね、しっかりとやっていきたいと思う。だからどういうことかっていうと、要はね、僕の基準、僕が今まで経験した基準で、5度以下にならなければ寒さに強い奴らは出して大丈夫。はいまずポイント。5度以下にならなければ寒さに強い奴は出していい どういうやつだ、寒さに強いやつって何だったっけつって。秋を思い出してください。あのー、10月まで外にいた子。11月まで外にいた子。ね。11月まで外にいた子。もうそろそろ入れようかな。寒がってるいや。入れたって。最後まで残ってたその子たち。大丈夫です。えー、これはね、えー、簡単に説明すると、葉っぱが硬い植物。 例えば、タンクブロメリアだったり、葉っぱが硬いやつあるよね。で、その中でも薄いやつあるから、それちょっと、っともうちょっとだけばと、硬いやつだったり。あとは、モンステラだったりさ、シェフレラだったりさ、そういったサバって、あれちょっとなんか葉っぱ硬いなって思うやつ。フィロデンドロンでも、あ、ちょっとお前強そうだなってやつは、出して大丈夫。5度以下ね。あ5、5度以上、5度以上。ごめんごめんごめん。5度以上になったやつは出して大丈夫です。で、 まず出した時に、いきなりバンって出したら、わかるよねそれはもう皆さんもわかると思うけど、何が起こるかっていうと、はぁーって、熱いってなっちゃう場合がある。ね。あの、なので、直射日光にいきなり当てていいかっていうのはちょっと違うと思う。まずは鳴らさないとさ、室内でさ、紫外線そんなに浴びてました浴びてないよねあのー ととしててこんな感じだと思ってあの、大体がさ、室内でずっとさ、働いててさ、あの、日も浴びてませんっ,つって、光は浴びてるんですよ、室内で。 あの、オフィスで浴びてるんです。そこから、いきなりね、あ、外に出、出れると思って外に出してあげて、外の強い日差しがあったら、人間でも赤くなっちゃうよね。うん。海だーみたいな感じで遊びに行ったら赤くなっちゃうよね。これはさすがに焼けちゃうから気をつけて。鳴らしが必要です。だいたいそうだな、一週間から二週間ぐらいは、あのー、ね、えー、下あたりにあげてあげて、そこからガッと出してあげて、そろそろ大丈夫か大丈夫かって見ながらね。でも今の時期、 5度以下になるときは入れてあげてよ。で、大丈夫だと思って、寒いっつって、これ取り残された寒いってなったりするからね。はい、その気をつけて。で、あの、僕もね、今じゃあどんなのがあるかっていうとね、あの、寒がったりだとか、古いね、タンクがこんなようなね、こういう色になったりするの。これ結構ね、 こんな色になったり、あとはこうなったりする。これは、日焼けてた,たり、あのー、ちょっと寒がってる証拠だから、でもこうなっても、新しいものが大丈夫だったらさ、大丈夫だよ。で、あのー、日焼けっていうのが起こっちゃう。早けだとかね。で、これ、リプサリスも本来は緑色なんだけど、こんなような黄色くなっちゃったりすることもあるから、そこは気をつけてね。 そこは気をつけて。あとは、日焼けでね、刃先がいっちゃったりだとか、この途中の葉っぱが、芯葉のあたりが黒くなったりだとか、茶色っぽくなったら、それは日焼けてる証拠だ。赤くなっちゃったんだっ、つって。赤くなっちゃったらもうごめんなっ、つってで。そしたら、一回軒下とかさ、暗いところに入れてあげればいい。でで二つ目、ちょっと注意しなきゃいけないのが、もう一つ、え、ね、あのー、 5度以上だったら大丈夫。で、出して、今度はさ、外って、まだ、あの、すごい湿度低いよな。その湿度落差が起こることは、もう想定しててよ。湿度落差が起こったらどうなる葉っぱの葉先が枯れちゃったりだとか、まあ、ね、周りがさ、ちょっと黄色くなったり、振るバが、あーつってなったり、するよね。そういうことは起こるけど、気にせずそのまま出してあげて。で、 ね、そうすれば、基本的に湿度落差あるよね。で、あと、よく言われるのが、雨水に当てた方がいいかとか、雨水ってどうなんですか当てても大丈夫ですかっていう人がいるんだけど、雨水はね、今の雨水は、から寒さに強いやつだったら当てていいよ。 当てていい。なんでかっていうと、雨水って昔からいいって言われてたのそれなんでかっていうと、溶存酸素が高いって言われてるんだよね。雨水の溶存酸素って結構8%か9%ぐらい、あの、あって、あの、通常のブクブクやるよりかは、あの、溶存酸素が高いって言われてるんだ。そういう水あげると元気になったっていうこともあるんだけど、5度以上であげてよ。そこだけ本当に気をつけてね。はい。で、 あのー、タンクだのことだけで言うとあの、いきなり外に出して、あの、どうなるかっていうのは先ほど見せたように古い葉っぱが枯れちゃったりだとか、色が変色したりするんだけど、どこを良くしたいかだよな。 うん、今の株を良くしたいのか、未来の株を良くしたいのか。で、タンクもう咲いてるやつがあったら、僕は日焼けガンガンさせた方がいいと思う。日焼けガンガンさせてちょっとで弱らしちゃって、でも今から出てくる子供ってさ、どうなる めちゃめちゃガチガチのやつ出てくるじゃん。だから、親は、もうもしかしたらね、ね、あの、花が咲いてやつね。で、花が咲いてないやつは、ゆっくりゆっくり、あの、鳴らしてあげる方が大事だよ。でも、花がもし咲き終わったりしたやつは、今から光ガンガンにさせて、厳しい環境で出てくる子株は、ぐーって強いやつが出てくる。で、強いやつが出てくるから、それってさ、なんか、 力強いよねつって、なるでしょで、そういう株が多分好きな人たちもいるから、タンクに鍵って言うと、親株だったらガンガンやっちゃっても大丈夫。だけど、痛むことはもう、もういい。傷ついても、親が傷ついても大丈夫だよね子がいるから。あまりにもやりすぎるのはダメだよ。あまりにも、もう本当にさ、上の葉っぱ3枚ぐらい、3、4枚も全部茶色くなっちゃいましたって言ったら、それはさすがに戻そう。んちょっと、ちょっと厳しすぎんつって。ちょっと厳しいよな。 それはあかんと思うけどそういう風に考えてあげればあの小株ががっちりしたのが出てくるでそれだけですごくそのあれタンクってこんなに面白いんだって思えてくると思うでね他の植物でも今まさにその黄色くなっちゃってるだとかあのなってる植物葉っぱを落としてやりたいなっていう人もいるかもしれないそれはねちょっと別の動画でまたやるんであのよろしくお願いしますでもねあの僕は基本的に葉っぱの 熱いもの、肉厚だなって、触って、あ、ちょっと肉厚だなって、それ誰もがわかるでしょ熱い、薄いぐらいは触ったらなんとなくわかるじゃん。で、それで、もし薄いやつ外に出しちゃって、あーってなっても、も経験したと思う。ね。これって大事なの。なんでかっていうと、僕も、全部の環境を、皆さんの環境によっては、やっぱり違うことだってあるんだよ。だから、全部の環境言えるわけじゃないけど、一応僕の基準としては、5度以下、あね熱いものは5度あ、5度以上、5度以上あればいける。で、 ええと、じゃあ、寒がるものどうしようかっかって言ったら、まあ、10度だな。10度切らなくなってから。そうしたらもう大体外の温度も、もう20何度まで行っちゃってる時あるから、10度切らなくなったら出せると思う。で、美覚も全然もう、あの、美覚で出せるんだったらね、今ね、あの、ビーチーも出せるし、ビーフルカーツ向けも出せるし、まあ、ヒリイケもなんとかギリギリいけるでしょう。はい。で、スーパーワンもいけますよ。はい。ね、あの、 この辺りはオセアニア系だとか、で、ウィリンキーもまあ、もう行っちゃっても大丈夫。はい。あとは雑種になってる、ちょっと強そうだなってやつも多少は出し、出したって大丈夫。<laughs> 大丈夫、大丈夫。はい。あのー、だからね、もうなんでかっていうと、美覚さ、あのー、外でさ、出せ、出してる、あのー、まあ、投書を起こしちゃって、あのー、報酬がね、リセットされるから、茶色くなって落ちたやつが、あもう今動いてきてるもん。<laughs> 動いてきてるから、ああ、やっぱりなって思うし。だからね、あのー、寒さ、もうだんだん暖かくなってきてるから、あの、皆さんの地域、日本は3000キロと長いから、あのー、もちろんいい地域もあるし、僕は今愛知県だからね、愛知県を基準に考えると、5度以下あ、5度以上であれば全然大丈夫。さっきからこう、間違いすぎやな。<laughs> はい。そんな感じで、えー、タンクね、5度以上、エアプランツも出せるし、硬いやつね、柔らかい系のエアプランツはやめてよ。うん、硬いやつだったらまだもう出せるから、ぜひ、やってみてください。あの、光だとかね、風が外に出すと、やっぱり植物って、あの、水を求めるし、肥料も求めたりするから、あの、そういった感じで、あのー、通常の、 通常、今までの室内以上に乾きやすいから、そこの乾きやすさだけ注意してね。はい、5度以上になれば大丈夫。ね。えー。 多少、ストレスを感じる。湿度落差でストレスを感じることはある。気にしない。で、今まで以上に乾きやすくなるからこそ代謝が上がるから、肥料や水っていうのは切らさないように注意してね。この3つだけ覚えていただければ大丈夫だと思います。はいというわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、そしてグッドボタンね。グッドボタン。あとコメントも、コメントもコメントもなんでさ、あの、酢水丼兵がめっちゃコメント多いのはははははは。<laughs> ありがとう。はい。そんな感じでね、あの、やっていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。えー、今日もこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。わお <laughs>